うるさかった。だからさ、はいはい、もうこれが、これさ、これあーでもはい、もう始めよう。もうはい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今から阿部尾に実況していきたいと思います。はい、今回はね、一緒にね、とっくんもいます。はいはい、とっくん、何が、はい、とっくん言わんくちゃ。挨拶、皆さんこんにちは。おっき、皆さんこんにちは。某匿名希望です。はい、ということで今から阿部をやっていきましょう。あのね、さっき言うよ、声張ってね、声張ろうね。あのここの、ま、メーカーがね、黄色か赤ぐらいまでということで、分かった？分かった。オッケー。全然届いてない。全然届いてなかった。今ギリギリ この辺のラインで。マジか。ということで、じゃあやっていきましょう、阿部をに。あ、操作するのは特訓ですね。難易度、難易度とか何これ。あ、ゲーマーとしてハードいかいった。え、ちょ待って、黒電話でアイテム消費後にセーブできます。初心者におすすめします。知らねえよ。いいん。あ、ちょっと音量調整しようぜ。雑音入ってるような気がするんだけど、気のせいが。ピーって言った。ミキさん音量はマックスにしてね。オッケー。ここのとこカット。ん？交換。よくね、これ。やっぱさ、これなんかさ。いや、このまま、オッケーやね。こんなもんか。こんなもん。PP の謎は。あ、ちょっと待ってな。あ、オッケー。一回ちょっと待って、ストップして見て聞いてみよう。はい、音量調整終了しました。多分これでいけてるはず。よし、ということで行こう。音が大きい場合、音量を注意してお楽しみください。フィクションやって。もう、クソ、このゲームは、クソ味噌テクニックの二次創作作品やって。どっちが言う？え、あ、言わなきゃダメですか。うん。ゆっくりに、動かせるとか。俺の作業が増える。まあ、ええよ。まあ、ゆっくり言ってて。そんな噂の絶えない館があった。その噂は学生だけではなく大人も知っていた。なんと僕のお父さんも昔その館に行ったことがあるらしい。マジで？そして僕は友達に誘われてその館に行くことになった。なんだって。はい、茶番を持つ阿部尾に。ん？阿部尾、おげ、おなんでこれ読む。たっけ、学士、タキシ、違う、学士、なんで読むこれ。三角の学園、学士、まあ、なんか、何し。なんか思ったより綺麗なんだな。どうするどうする、分け合いする。こうでいい、こうでいい。どう分ける、じゃんけん。オッケー。じゃんけんで勝った人から持っていく。オッケー、最初にグー、いいじゃん、はい、あ、よっしゃ、俺こいつで。はい、え、でも決まったやん。オッケー、オッケー。あ、この場合は、あの、ちょっと、あれ、でも、僕ああ、どうする、どうする、俺もあげるわ。あげるわ。まあまあいいよ、いいよ。あ、じゃあいいよ。ね、じゃあ、え、え、じゃあもう一人、お前どっちか選びや。赤髪。赤髪って言うな。ごめん。ねえ、もう帰ろうよ。なんか嫌な感じがして。なんだよ。これ多分、たけし的な立場なんだろう。だろうな。なんだよ、うるいか。ビビってんのか。いや、でも。はい。まあ、うるいか。俺、解くように怖がらない名前。うるいかのビビるところを見るために連れて行きたいようなもんだからな、こいつらひで。ねえ、どんな幽霊が出るの？なんか、子供でしょで死んだ亡霊が出るらしいよ。何それ、怖い。そんな死に方だけはしたくないな。え、な、何？もう嫌。そんな幽霊なんているはずないだろ。お前幽霊や。いいこと思いついた、道也。お前あっちの部屋を確認しろ。ビビるなよ、道也。は、別にビビってねえし。俺が逃げろ。うわ、俺が見てるやれや。ちょ、道也くん、危ないよ。なんだ、ただのお皿ですか。え、動いてる？あ、割れたお皿じゃない。あ、お前動かしてる？
なんだ、瓶が割れてるやつだって戻るか、ちょっと待って。はい、たけしなんだ。たけしなんだ。たけしらしいです。アイテムないね。よし、じゃあ戻ろう。君、移動させ。あれあれどっかにどっかに。え？やらないか。これどうすんの。ああ、なんだ。今の姫、みちやくんの声よね。いや、あいつが俺たちを脅かすためのいたずらだろ。とりあえず見に行ってみよう。ええ、そうね。さあ。はい。大将クリア。ゼロ章だよ。あ、ほんとごめん。これ、はい、あれ。ちょっと見ようぜ、見よう。まず、これを見よう。学生。あれしろ、たけしで。職業、たけしみたいな。テレフォンカード。1枚で1回だけ電話することができる。セーブが、ああ限られてんだよね、要するに。3回。よし、よ、行こう行こう。いきなり出てこられたら終わりやで。顔一緒だ。髪の色変えただけだよな。言ったダメ。行こう、それ行こう。これあれかな、タンスの中でガタガタ言ってんのかな。わからない。アイテム。部屋の鍵を手に入れた。部屋の鍵いないのか。ねえ、みちや、冗談はやめようよ。ガチでいないみたいだな。ホワイト変えてよ。できる限り努めようと思う、ガチや。うん、頑張って。俺めっちゃ買いやすい。高いのと低いのすればいいだけだ。するひ、あ、説明聞こうか。黒電話が設置されています。黒電話を調べることによってセーブすることができます。敵出現時に調べても反応しません。セーブはこまめにしましょう。ハード以上にテレフォンカードが必要です。初回セーブに限り、1枚だけおまけさせていただきます。なんと、やらんでよくね。まだやらんでいいよ。これ、遅いな、歩き。これで逃げれるらしいよ。ダッシュして。できねえ。鍵はかかっている。というか、鍵見ようぜ。なんか書いてるんじゃないの。2階の仕事部屋の鍵。あ、もう、たけし置いて帰ろうぜ。ちょっと、探索。道やだか。そうだね。開いてないと思うけどね、全部。まあ、操作楽だわ。え？止まった。おできねえ。あ、え？どう？あれして。あ！いくら連打しても、これ、この場から離れない限り。ん？あ、おいー、はい、イエーイやりたくなるよな。やりたくなるよ。あ、ちょっと待って、また初めから行くんじゃねえよ、これ。忘れてた。やっちゃったよ。ほんない。もうこれどうする？ノーマルでしょ？ハード？どうせ。はいはい。ような気がする。あのね、僕ね、これな。切るのがめんどくさくなったからさ、15分で1回途切れていくって感じで。なおあるよ、なお。開くんだ、やっぱ。男女専用というか、男女2人で。ロープを手に入れた。やったね。ロープ、そんな簡単に手に入れれるんだ。脱出するときのやつだよな。なあ、重いな。鍵が来た。お、ここ黒電話があるぜ。で、よくある。ガタガタか。びっくりした。ちょっと開けてみて。びっくりした。そういうこと。怖いな。これちょっと怖いね。なんか、多分この音はちょっと中で混乱してるってことだから。え、調べないの？調べた全部。なんか椅子の下とか。おお。ほら、図書室の鍵だって。じゃあこれ一番初めに出てくる。図書室の鍵ってことはさ、セーブしといた方が良くない？場所わかるってまうっていうな。図書室。もう一回やってるからね。よしよ。これはセーブしとこう。青鬼だけどな。な。そういうのはタブーだからね。おー、来たー。鍵開けてからセーブの方が良かったもん。やっぱそうなるよな。で、ここで鍵なんか。え、これどうすんの？どうやって逃げ、ちょっと待って、逃げ道がわかんねえな。よし、行こうぜ。あ、ここで。え、そっち？そっから出てくる。行くよ。これ、やっぱこのやんな。ここでぐるぐるしてんの楽しくねえ。え、じゃあ違う方法で逃げろ。よし、行くで。はっ、おう、はっ、はっ、はっ、
早っ、やばいぞやばいぞ。ゆらり揺れている音。やべ、あ、危なくない。おい、これどうすんの。無理、俺には無理。おいおい、いや、いけるって。なんだよ、いきなり死にやがった。いきなり死にやがった、この野郎。やっぱぐるぐる回ってる方がおもろかったような気がする。安倍さんとまた会うぜ。よっしゃ、どっち、そっちかねんな。え、別にこれ普通にググルも、ググル、おらおら。アクション内でこれ歌っとき。あー、変なこと言ってるから。死んだ。死んじまった。叫んだな今。すごいね、安倍さん。すごい、こっちから出てきてこっから襲ってくるって。どんだけ瞬発、瞬間移動が、瞬間移動、何言ってんのよ。よっしゃ、俺がこの脅威の逃げ術を見せてる間歌っとき。オッケーオッケやっぱ一定時間に行けて、他のとこ行かないと負けないんだ。だね。多分。ちょっとどっか適当にやる。え、どこの鍵手に入れたの？二体物置き。音量聞けよ、気にしないで。あ、そこ？何これ？ああ。怖い。怖い。あいつがここまでやってくる。あいつを、私を旅にやってくる。怖い、助けて。怖い。怖い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 。あ、やって。誰こいつ、わかんない。誰なんだろう、新キャラ。え、けど安倍さんはあれじゃないの、男の人しか食わないんじゃないの。なんだこれ、実際何なんだろうなって。ちょっとちゃんとはしゃっきりしゃっきりはっきり喋ってるか、なんか破れてんのはなんで。これなぁ、大きい声出せや。青鬼でこの中から出てきた時マジビビった。わかる、中から出てきた時ほんまやばいよね。ちょっと待って、アイテム得られなかったけど、さっきの穴開いてるし。ほんとだ、穴開いてる。小さいもんなってことだ。ロープはさすがに。さっきの人？さっきの人じゃない？なんか適当にもう一回下降りたらなんか開いてるかもしれへんよ、いろんなところ。ここなんかないの？この新キャラ謎いわ。新キャラなのかな、これ。これ新キャラなの。下で開いてるやん、やっぱり。おお、は、あ、光ってるトイレの木箱を取る。うぅ、びっくりさせんなや。テレフォンカード、やった。てかこれ両方とも男子トイレやから、2つ男子の枠になってない。多分探索してテレフォンカードを入手しましょうってやつだね。で、そう、木箱。え、ちょ、木箱。え？開けることができない。落とす。落とすの？いや、わからん。もう小さなもんだぜ。そこら辺入れへんの？あ、え？燃やす？燃やすんじゃないの？マッチかなんかゲットしなきゃ。マッチよりライターの方が危なかった。あのな、なんか知らんけどな。これな。青鬼とは違ってな、めちゃくちゃな、出てくるで、なんか急に。マジか。マジで、だからこまめにセーブしといた方がいいかもしれへんな。あの、一回黒のところ行ってみようぜ、黒電話あった、あの2階の。ああ。そこ、その、そこそこ、そこそこ。よいしょ。え？え？え？来たの。え？うわぁ、うわぁ、だから言ったやん、セーブしようって先。やられた。やられた。怒られた。くそ。これは痛えな。やばい、これハードにするべきじゃなかったと思うんですけど。これハードにするべきだったの？いや、あれだ。そっちの方がいいんじゃない？
俺の賭けだ。やった。いけん。で、なんだっけ。鍵ゲットしたからそこんとこ開けに行かなきゃ。あ、で、なんか人。そうそう、人。新キャラだ。あーってやって。怖いって感じ。んで、安倍さんは男性しか食わないはず。いや、こいつ、実は。今も17分言ってた。ということで、今回はここで切ります。見てくれた人、お疲れ様でした。